ありがとうございます。ニーニーニットです。久々にアミッキーオープンワクワク動画撮りたいと思います。これあのコル付きのね、回転椅子ですけれども、これの上に乗せてソファーに座って、だいたい新しく届いたアミキちゃんをオープンします。こちらです。とても、小ぶりです。小ぶりな子です。さあ開けてみたいと思います。またこの100均のこの便利なツールですね。ぴょっと飛び出す、これで慎重に開けていきます。さあどんな子でしょう。はい、映ってますか。シルバーです。シルバーオープンします。はい、こういうヴィンテージな、ハンドルが外れてるな。あ、キャー、ハンドルの止める、ハンドル固定する留め具が割れてる気配です。ここまあなんとかなるでしょう。片方止まれて、はい、こういうね、渋い、映ってますかね。よいしょよいしょよいしょ、こういう渋い紺色のこれはどうも、あ、針を自動で出してくれるのかな。1,2,3,4,5,6,7,8 っていう感じであります。でこれね、ツールボックス、キャー、見てください、このヴィンテージ感。シルバーのヴィンテージ編み機はこの子が初めてかな。こういう感じでね、男性系の素敵なこと、こういうのは、ツール類がここから、あ、ツールボックスが割れてたから、ここからここね、ここからツールが飛び出しちゃったんですね。1,2,2,3 とタッピー、あ、3,1とガラダシ板、5点セット全部揃ってます。ちっちゃいですね、ツールボックスがね。これなんだろう、あ、これ多分あの糸取り棒の何かでしょうね。でこれも糸取り棒のこういうのだったんですね。金属です。プラスチックよりね、金属の方がいいですよね。こっからカチンってはめるんだと思う、はい、これがで、あと替え針もありますね。これがツールボックスの中身、針の状態はどうかな。よいしょ、あー、錆びないですよ。なんかね、こういうあの昔に作られた編み機って、これなんだろう、錆びのないことが多いんですよね。使ってる金属が違うのか何かわかんないんですけど、錆がないことが多いです。全くありません、錆、ピカピカ、バッサーイ。何か落ちましたね。あ、これは何だろう。どうもあのスチームブロッキングね、編み地をスチームかけるときに縁に入れるやつみたいですけど、何でしょう。
ていうのが2つついてますね。これは多分アイロン用じゃないかな。で、この糸取り棒、テンション棒に、それからちゃんと、テンションの部分がちゃんとあります。しっかりしてそうでですね、この子を手に入れました。動機がですね、この子自体にも興味があったんですけど、この子自体にも興味があったんですが、こっちは止めです。大丈夫？金属が途中で割れてるっぽいですね。この子自体にも興味があったんですけど、目的はこれです。アメジオサイ、アメジオサイがね、合うかどうか、この、整備してあげて、とても編みやすくなってなったこの SK322、パンチカード 4.5 ミリのパンチカード機ですね。この子に、編み込みのできるキャリッジじゃない、編み地押さえがついてなかったので、これが欲しかったんですね。うわ、ぴったりです。ぴったりぴったり、これが欲しかったんです。で、 eBay なんかでね、探しましたけど、結構するんですよね、送料入れると。で、この子の、落札価格と、当然こういう子って入札入らないんでね、スタート価格で入手できたんですけど、落札価格と送料よりも高いんですよ、この編み地押さえだけがね。で、日本のフリマとかオークションサイトではね、編み地押さえだけっていうのはめったと出てこないんで、この子用の編み地押さえを留めるのをつけてあげた方がいいみたい。サイズが使えるかな、こういう感じでね。これ違う、サイズが違うけど、おっと、軸の太さが違うのか。まあ、こういうパーツはね、それこそお安く入手できるんで、これで止まるかな。はい、はい、SK322 の編み状態ゲットです。そしてこの子には買うときは、あ、あっちだ、よいしょ、これ SK、これね、こうやって動かせるから全部便利なんですよね、いろいろやるのに。これね、これは SK288 ですけれども、まあ 4.5 ミリの電子編み機もあるので、編み地押さえはこうやってつけれますね。一つこれやっちゃったんだけど、あった、すごい、なんかこの編み地押さえ楽ごっついんですけど、大丈夫かな、これ使えるかな。多分使えるんじゃないかな、どうでしょう。まあ、この方でこれが、この機械についてたこの編み地押さえが使えれば問題ないですね。これ
固有の網状菜です。だいたいこういうものはね、そんなに、あ、ここが開かなくなった。開けるときどうするんだろう。今度、本来これ何かして開けるのかな。このどこかを動かすのかな。まあこれはまた調べてみます。やってみます。はい、これでこのヴィンテージな素敵なこういうね、段数計もとってもおしゃれな、この子を、これここに段数測るのがありますね。この子をゲットした上に、これはね SK303 だそうです。 SK303 古い機械ですね。ここのハンドルは何とかしてあげないといけないけど、こういう形、こうですね、やっぱり、まあ、なんとかなるでしょう。こうやってあんでもいいや。はい、この3人用の網状菜をゲットした上にこんなおしゃれなヴィンテージなシルバー機ゲットしました。え、ついでながらこういうふうにあのツールボックスとかね、こういう部分が割れてた時、いつもこの下から引き出す便利ツールの中のこの梱包用の丈夫なテープですね。これでその手で、貼ってあげちゃいます。こんな感じでね、これでツール類がツールボックスから取り出すことがないと思います。ここ貼ったとこですね。こんな感じでここしっかりしてます。直せました。頑丈です。40ぐらいにしてあるんで頑丈です。もう一発。はい、それでですね、この子ですね、この子の出番終わったら SK322 シルバーリード 4.5mm パンチカード機会長です。この子手放しますので、興味のある方 LINE の方でお知らせください。以上です。